9月17日週刊仮想通貨ニュース2つ目です。はい、よいしょわこれお祭りよこれ見てもう XRP ですよ。これ XRP です、はい、リップルです、はい、はい、いくよ、いくで、うん、あ、あ、あ見て、もう一回あわかる、わかる、でもこんなちょっとやね、まだ、はい、あこれ見て、ほらこう言って、うわ、はい、上抜けて、うん、もうなんかいろいろなリアとかに採用されたり、はい、なんやかんやしてこの何ここまで下げてくんねん、うんうん、この下降のトレンドラインまで下げてくんねん、はい、びっくりするよ何それめっちゃいいニュース吹き荒れてんのほんでこの12日ですわ、うん、12日とかは何もならへん、うん、何もないねん、うん、ビットコイン真ん中上がってんのすんやんこれ絶対 XRP 来るやん、うん、来るやんってみんなが思い立ったその時、はい、14日ですよ、うん、ドーン何パーいった何パーいったんやでほんまにこれ2日で、うん、2日で 45% おーめっちゃ上がってますやんめちゃめちゃやめちゃめちゃ、うん、行きましたよまあその後なもうこの時下げてんねんけどな、うん、まあでも長期で見たらですね、うん、超まだお買い得ってお姉さんちょっと買っといた方がいいまだ40円リップル40円完全に回しもんじゃないですか違いますよこれ粗品さん風に突っ込むなら露骨って言われるいやいや回しもんでも何でもございますただリップルのファンでもないですよ僕え別にいっぱい持ってるわけでもないし、うん、どっちか言うと、うん、別にうん日本一持って言うとったやん言うてる言うてるわけないやんいやでも俺より持ってるやつ見たことないいやいや居酒屋でそうだリップルを見せ合わへんそういうものじゃないじゃあリップルの話からまずやってやってみたいんですけどなんでリップルの話をまずリップルの話ちょっと奈良富さん興奮組でリップルの話をお伝えしていただくこともその前にぜひ忘れないうちにチャンネル登録の方だけお願いいたしま す。こちらから押すだけワンクリックだけじゃあ奈良富さんそのリップルのそう、はい、リップルが上がった原因っていうのが判明しました、うん、原因がですね、うん、ネットで話題になってました、はい、この冒頭の原因が、はい、これツタンカーメンの埋葬品、うん、はい実はエジプトの時代からこのリップルマークっていうのはリップル社っていうのは約束されてたんではないかという説よく陰謀論にある無理やりのやつこれ、はい、リップル、はい、運命づけられてたもうスタンカーメンが予言したんだそうそうエジプトからよ、はいっていうのはまあそうです、まあ、入れてみただけですそういうのねこんな小ネタ用意してるから台本とすごい時間かかるまずはですね、はい、ドイツの取引所です、うん、リップルとライトコインの ETN を上場しました、はい、ドイツ第2位の証券取引所ですね、うん、ちゃんと株式とかを取引している証券取引所、はいうん、ボルセ・シュトットガルトっていうところが、はいいい発音やなと思ってあドイツ語ちょっとやっててもう一回お願いしますボースシュッツかリップルとなんで笑ったんだドイツ人に怒られるでリップルとライトコインに連動する ETN、はい、ETF みたいなもんですね、まあうん、うん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 、まあ、金融派生商品というもんで ETN の中に ETF があるみたいな、うん、そうそうもう一個上の上位概念というかそうですね、はいうんまあ、つまりはですね、うん、証券取引所で東証でリップルとライトコインに投資できるっちゅうようなもんです、うんまあ、普通の株を買うのと同じような感じで買えるってことですねうん、うん、そうだからかなり、まあ、グッドニュースですよねはい、うん、でもう一つですね、うん、ニューヨーカーも XRP の取引可能にということで、はい、コインベースがですね、うん、3月1日に XRP を上場したんですけれども、うんはい、最初はイギリスとニューヨークの人は利用できないっていうふうに言ってたんですねニューヨークは利用できない、うん、ニューヨークって結構いろいろ厳しいんですよ文句あるしね、はいうんうん、でそれがですねできるようになったってことですほうほうほう、うん、今まではニューヨークの人は BTC を買って他の取引所を送ってから XRP
買うとか、はい、うん、ドルを直接 XRP に変えるってことはできなかったわけですね。うん、一回他の仮想通貨をかまさなあかんかった、ね、かまさなあかんかった、うんうん、っていうのが直接ですね、コインベースではできるようになったってことですね、うん、ほうほうほう。でこれででかいのはですね、ニューヨークの市民がどうって話ではなくて、は、う、い、ん、まあ、ウォール街があるわけですよね、機関投資家マネーが入ってくるんではないかっていうことが交換されたんではないかと言われてます。なるほどなるほど、うん、まあ、簡単にですね、うん、手に入れることができるようになりますよね、うんうん、直接ドルからポンと XRP を買う、投資するっていうことができるようになるっていうのはでかいということですね、はい、うん、前回も言いましたけども、フェデリティの調査でアメリカの機関投資家の 22% がすでに仮想通貨に保有してるということで、はいはいはい、まあ、機関投資家がニューヨークに全員いるわけではないですけれども、でもかなりあのニューヨーク市にいる人たちは多いと思うので、まあ、もう世界の金融の中心ですからね。そうですね、うん、なんで金融資産のその機関投資家が今ビットコインに入れているお金がちょっとでも XRP に流れてきて、これいかついことになるぞということで、うん、バンとドンと言ったいうことですよ、うん、すいませんね、あの寝る前に見てる人とかうるさくてすいません、今日は許してください。まあ、確実に買いリストに入るだろうと、基本的に機関投資家ってリスクヘッジのためにですね、うん、いろんなものを買いたいわけですよね。あ、はいはい、うん、まんべんなく、うん、BTC だけ集中投資っていう、仮想通貨 BTC なんかいう感じではなくて、うん、仮想通貨やるんやったらこれとこれとこれぐらいには分散しますよね、はい、おそらく、うん、基本的には、はい、うん、の中で XRP はまあ上位通貨ですし、うん、こうやって簡単に買えるようになってるわけだし、はい、確実に入ってくるだろうということですよね。嬉しそうやな。いや入ってくるで。見てみ、まだ40円もう解読でしかないよね。うん、もうこれそれはチャート見て需給関係見てから買ったらいいけど、はい、た方がいいと思うよ、ちょっとずつでも、うん、な、40円で買えねえで、だいぶ前から買うでちょっとだいぶ上がりましたけど、まだお買い得ということですか。まだまだお買い得でしょこれ、うん、まだまだお買い得でしょ。ほらこの90円あたりまで来てみーな、うん、来てみーなですよ。、うん、90円まで来たら七藤さん資産いくらになるんですか。いやいや、そんなん、いやいや、そんなことは言わへんけど。大変なことになりますね。大変なことになるよ。大変なことはならへん、ならへん、ならへん。日本一持ってますね。違います。いや、そんなん真に受けんな。次、仮想通貨会話の動きです。本気のトーンやから、本気の話。ファニックス、はい、レオの IEO 成功ということですね。はい、あのファニックスがオリジナル仮想通貨のレオですね、うん、IEO で実施して10億ドル集めたっていうことです、はい、まあ、1000億円でしょ、うん、要は集まりましたね、要は集まりましたね、全然売り切れたっていうことですね。誰が買ったんですか、誰が買ったんですかって、まあ、まあ、人気な、人気、まあ、ファニックスは今までいろんなことをやったかもしれんけど、仮想通貨が引っ張ってきた取引所ですから、うん、儲かるんちゃうと思った人たちが買ったよね。だってバイナンスとかもう軒並み成功して儲かっとるからね、うん、はい、っていうので、まあ、テザー不正利用問題に揺れてるファイネックスですけれども、うん、成功しちゃったよ。テザーのリスクを差し引いても儲かると思ってることもね、うん、そう、うん、そういうことだから、これだけみんなふんって思いながらやってると思うんですけれども、うん、IEO をやるぐらい知識があるっていうことは、うん、だからそこはちょっと不思議というか不信感ですね、うん、僕は、はい、うん、そのうちあかんふるさと納税とか4つの C がダメになったじゃないですか、やりすぎて。はいはい、はい、うん、そんな感じでなんか変にお金集めたらあかんでって思うんですけれども、ふるさと納税例えがいいか分からんけど、まあ言うたいニュアンスはそういうことですよね。そういう感じ、そういう感じ。、うん、だからみんななんか利を得ようとして、はい、IEO レオやとか言ってるけど、はい、こういうあかん取引所はちゃんとみんななんか買い控えるとかですね、なんか態度で表さんとあかんと思うんですよね、うん、僕は。、うん、そうそう、儲かるそうやからって、うん、まあまあまあそんなんええわ、とりあえず盛り上がってるってことよ、うん、盛り上がっちゃって、うん、このみんな別に積極的にいかんかったんかもしれんけど、うん、盛り上がりすぎていっちゃったって感じかな、あ、バブルの時の怪しい怪しいを買うみたいな感じですよね。そう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 、うん、
それよりは随分マシでしょみたいなことですね。で何億レオ買ったんですか。いやいや買ってないってだから買ったあかん言うといてよ。こんな言うといて買ってたあかんやつや次です、はい、Facebook 仮想通貨広告規定を緩和ということです。ほう。で実はFacebook って規定としてはね一番先に、まあ、Google とか他の Twitter とかねよりも先に緩和してたんですよ、はい、6月にすでに緩和してました、うんうん、この規定っていうのはね、うん、で Facebook に承認された企業とか広告関連コンテンツは OK よというふうに言ってたんですけれども、はい、実質的にですね、うん、Facebook に仮想通貨の広告が上がることはなかったんですね、はいはいはい、つまり承認されなかったっていうことです、うんうん、Facebook の広報ではですね、はい、仮想通貨を宣伝する広告を掲載するために申請する必要がありますが、うん、今日からポリシーをちょっと緩くして、はい、ブロックチェーン技術、業界ニュース、うん、教育、または仮想通貨に関連するイベント関連の広告の事前承認は不要としますと。ほう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 。いうことで、はい、うん、そんな厳しいことなくなったってことですね。なるほど。うん、まあこれまでに引き続きですね ICO はもちろん禁止だと、うん、でも、あと仮想通貨の取引所、はい、マイニングソフトとかハードっていうのは事前承認が必要だよっていうふうに言われてます、うん、なるほど、っていうことですよね、はい、まあ承認もできるんでしょうね仮想通貨取引所もちゃんとしたとこやったらね、はい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 、っていうふうになりましたということですね。だいぶ変わってきたよ。先週は Google が緩くしたというか、そうですそうです、取っ払ったというかあれで、うんうん、以前は仮想通貨に厳しくなった広告が逆に緩くなってきたということで、そう、信頼感も上がってきたということだし盛り上がってきたということで、ね、盛り上がってきてますよ、うん、これ盛り上がってきてますよ、うん、まだ40円よかった次です。スターバックスほか15社仮想通貨決済導入ということですね、はい、うん、これはまあ直接ではないんですけれども、うん、この会社仮想通貨の決済会社なんですけれども、はい、まあ、スマホでですね、うん、この 15社なら全然 OK と、仮想通貨決済このサービスを導入したよっていうことで、そこには31アイスクリームとかね、うん、あとスターバックスとかが入ってますということです。だからこれからスターバックスで決済ができるということですね、うん、あとホールフーズ、ホールフーズってあのオーガニックマーケットで有名なとこですけれども、うんうん、僕アメリカ行った時はようお世話になってますけれどもすごいですよ、うん、あのビーガン用のコーナーとかもあるの。ああ、ありますありますね、うん、ビーガンってお肉食べないですっけ。あ、いやいや、お肉食べない以上というかその以上動物性のもの、牛乳とか蜂蜜とか動物性のものを全部食べない人、そういう人たち その食料というか、はいはい、そういうのもあります、うん、っていうようなもんなんですけれども、なんでホールフーズのことを詳しく言ったのかなアマゾンの子会社です。何がですか、ホールフーズ。あ、そうなんよ、うん、これね、何でしたらアメリカのお土産ホールフーズだったから。あ、そうや2017年ですね、うん、137億ドル137億円1兆円うん、うん、で、買収してます。へー、アマゾンが、うんうん、なんかね、あのペゾスさんが、うん、アレクサホールフーズで何か買ってって言ったら、うん、アレクサが分かりました、ホールフーズを買いますって言って買収が成功したらしいですよ。どうほんまに、うん、ホールフーズで何か食料買おうと思ったら、うんうん、アレクサはホールフーズの会社を買えと回答したの、うん、そうそう、うん、でホールフーズ買っちゃったらしい。ペドさんピンと来てっていうね、うん、あの買収の時にはこういうネタがすごくツイッターで吹き荒れてましたはいはいこの小ネタ言いたかっただけまあまあ15社がね、はい、こう入ってきたってことですよ、まあ、実需で使えるっていうことがこれでかいことなんですよ、ね、それが言いたかったですよビットコインと思ったらあのスターバックスでコーヒー買えるとかね。そう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 。次です。 Google トレンドですね、はい、うん、Google 検索でもう最高水準にこの1年なってるっぽいよっていうことですね。これビットコインっていうキーワードなんですけれども、ワールドワイドで、うんうん、もうこの1年ですね、はい、で最高に今まだ計測できてないんですけれども、うん、12日のその上がった当日とかはみんな検索ボリュームまだ少なかったみたいなんですけど、はい、そっからドンって増えてるらしいんです、どうやら。うーん、
まだ観測結果出てないですけども、こういう風に点々点ってなってるように、はい、言ってもてますもん。なんかはい、はい、世間の興味もビットコインっていうことになってますね。はいはいはい、うん、ナイジェリアとか、うん、アフリカ、ガーナ、セントヘレナ、オランダあたりがバンバン調べてるってことですね、ビットコイン。へー、うん、ちなみに日本では、うん、日本ではビットコインっていうキーワードでですね、はい、やってみますと、うん、もうこれもドーン突き抜けてますね。あ、はいはいはい、ということで世間の関心ももう十分、うん、もうビットコインビットコインとリップルリップルと書いておけば、うん、この動画もすごく見てもらえるかもしれない。まあ視聴者数上がってますもんね、ビットコインの週刊仮想通貨コーナー本当に、うん、で、あれですよ、なんと、はい、1位、愛媛県。あ、検索してる人、愛媛の皆さん沖縄、宮崎、熊本、徳島熊本、うん、で四国と九州、そして沖縄っていうね、ちょっと、はい、ちょっと海を隔てたところが、うん、はい、ビットコインに向かってるってことで、隔てた、確かに何が起こるんや独立するんちゃうかすごいですね、人口比で考えたら愛媛ってね、うん、おかしいというかありえないですもんね、うん、そうですそうです、絶対東京やろそこはってなりますけれども、人口でね、検索数やったら人口が遠い、うん、多いところに選ばれるはずだからね、うん、しかしこういう風な結果になってるってことですね、今、愛媛県はナウイやね、ナウナウですね、ナウですよ、愛媛ではもうみんなビットコインの話してるみたいな親戚中で、そうそうそう、親戚が集まってビットコイン広がったなって、しかも愛媛県の松山市、うん、はい、すごいみたい日本一、今日本一ですね、日本一ビットコイン調べてるすっごい興味あるみたいそれ面白いですね、ちょっと調査行ってきてよ、ほんまやね、道後温泉とか入りながらはい、はい、あ、いいっすね、道後温泉行きたいな、いや、そうどご温泉やったっけ、あの坊ちゃんの、確かどごやったと思いますけど、これちょっと間違ってたらガンガン今調べますね、うん、あ、どご温泉って温泉街なんだ、何や、え、なんで温泉やから、あれ坊ちゃんのさあ、そうだと思いますよ、確か、うん、うん、とこ、あ、行ったことあるんですけど、うんうん、くっそ暑くて、あっこ、あ、そんな言うたらかん季節の問題じゃなくてあ、そうだね、うんうん、ということでですね、世間の関心もどんどん上がってきてるということですよ、うん、これが言いたかった、まあ他にもね、うん、もうさっきも1個目の動画で言ったように BCH のファードフォークとかですね、うん、イーサリアムの 2.0 の発表とかですね、はい、いろいろ仮想通貨に関わるこのライトコインのね、なんか半減期とかいろいろありましたけれども、うん、そこら辺ちょっと難しかったから、難しいので、うん、もう違うチャンネル作ろうかな作っちゃうかな、ビットコイン、ビットコインキャッシュとイーサリアムの話めっちゃ大事やん、大事大事、もうスターバックス云々より、いやいやいや大事であっても視聴数は減るよ、うん、いや、そういう問題でもなくて、仮想通貨ニュースなんで、あ、え、なんでリップルだけ優遇されてんの、いやいやいや、優遇はしてない、優遇はしてない、優遇はしてない、してないよ全然、この技術革新のとこになってくると、リップル 2.0 だったらやるやろ、あ、それはやらなあかんじゃあ結構難しくなってくるやん、イーサリアム特集とかをやらなあかんくなってくるでしょ、早くやってくださいわかりました、そろそろじゃあやりましょう、うん、そうだね、うん、なんか小難しい話は全部置いといて、うん、違うとこに回そうかなと思って、違うとこに回さへんやろまあまあざっくりとでもいいんでね、またお伝えしてもらう、そうそう、流れを終える、みんな儲かったらだけやろというような風に考えまして、今回はやめてきました。でも これね、これでね、なんか世間のこんだけ関心度が上がってるってことは、これからねある程度でこの挑戦終わってですね、また上に向かっていける相場になってるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、うん、いとこもそうですね、はい、うん、サポートを確認してロングインという方式でいいんじゃないかなと思いますね、おお、暖かくなってきましたねまあ一応こういう時みんなが盛り上がってる時こそ危険っていう七藤さんいつもおっしゃってますけど、それはどうなんでしょう、あ、もういいんじゃないダメな友近
や実際そうなんですよね。はい。うんうんうん。いやもうさすがにどうなんかな、今はもうずっとそうでしたけども、うん、まあ、調整言ったけど上目線でトレードはすべきですよというようなことを言ってたん で、うん、で今回もまだまだそのゴンって来たけど、うん、ここまでドンって言ってないわけですよね。ここまで来たらもうみんな気づきますよ、はい、ああこれ偉いこっちゃと、うんうんうん、いうことで、そのこの上昇のトレンドラインを、うん、下降がですね、下降陰線で突破するようなことがない限りは上昇で見続けていった方がいいと思いますね。はいはいはい、うん、そうだね、自分でそう言ってたのについつい忘れちゃってたね。これが投資家の感情の罠ですね。ハマってた。まんまとハマってたよ、うん、まあ、テンプルトン先生の言葉のようにこういう時こそ下落相場始まっていきますから、ちょっと投資家、プロの投資家としてはその目線は持っとかないと、ワッシュワッシュ言ってる間に暴落しますからね。そうやね。はい、うん、いや、いいんですよ、祭り乗っていくのは大事やし、トレンド乗っていくのは大事やけど、あ、そうやね、慌ての片隅ではちょっと注意し入れとかないと、あ、そうやね、危険ですよね。そうやね、ちょっと脳みそホットになってたね。あっしゃーいってなってたね、うん、だからそういう人たちはちょっと冷静になった方がいいと思う、うん、下げるわ、下げる下げる。6000ドルくらいまで調整した方がいいよ、うん、っていう感じですね。はい、うん、はい、というわけでちょっと明るくなってきたし、まあ、うん、夏ですね。夏やね、仮想通貨の夏ですよ。はい、はい、というわけでちょっとまた来週も楽しみということで、そうですね、引き続きまたいろんなニュースをお伝えしていこうと思いますので、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いします。メルマガと LINE アットも登録お願いします。はい、いいねボタンもよろしくお願いします。この動画が良かったと思いましたらシェアをぜひお願いします。はい、あと動画説明欄にこの動画に関する詳しい説明書いてありますので、特殊の意味を込めて一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。